お待たせしました。はい、じゃあ続けていただきましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。よっしゃ、いや久々だ、待望の。毎回びっくりしちゃう。うまい。ずっと食べたかった。連想と、これがうまいね。似合うね。見てこれだって。めちゃめちゃ。
てるね。幸せな顔だな。うまいよ。油でネギ油、ニンニクで、これもライト合うか。かどうかも分かんないけど、どっちなのか。手元も全然違うよ、やっぱり。
全然違う、うん、いやー、美味しい、美味しい、ラストはこんな感じで、うん、あ、お米が一番よろしい食べ方、うん、それね、ダメだよそれダメだよ、だったらうめ、そうね、ここでなんか住んでると違うもんなんで美味しいもの食べてるとか、ね、でも多分ね、その前にねそうなんだけど、それもそうなんだけどさっきあのオープニングで触れてたやつ、うん、の今日、昨日、うんうん、海行ってきまして海行ったあの全身焼けすぎて体温がやばいんだ今そうだよね、あれね脱いでもらうわけにいかないんだろう。でもほら、真っ赤だからすごいよね、夏いな、夏いね、夏いこうやって比べるとね見て、すごい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 え人種が違うの、うん、すごいねすごいね、い痛いでしょ、まだまだ、服痛いいや、すごいね、一緒気をつけて、気をつけるうん、楽しかったね、昨日ね、楽しかったね、溺れかけて死にかけた、うん、はしゃぎすぎたもんね
海苔忘れてた。ダメだよ、僕海苔だけを食べる生活になるから最後。でもほら、まだラーメンあるから。あ、うん、うん、座敷はお腹いっぱいになるわ。それね、うん、来るの早いよね。来るの早いね。初めから座ってる人とかいいんだろうけど、慣れてないとね。うん、体硬いから油かけないでしょ。あ、そうなの。うん、右の膝がぶっ壊れそうになる。10枚くらいだね。思った。8枚から10枚くらい。忘れすぎごめんなみたいな感じ。めっちゃあるね。愛情ってことだよ。うん。普通何枚くらいなの？ん？普通何枚くらいなの？わかんない。けど、普通ではないことは確か。確かに。量が圧倒的に強者の顔をしてらっしゃるっていう。なんかね、多分ね、日焼けしすぎでね、頭痛がする。頭痛がする？本当？ねえ、ラスも今回体力の消耗するすぎやばいでしょ。6時間ぐらい泳いでたよね。5、6時間ぐらい泳いでた。泳いでるし、うん、その前4時間ずっと運転して、 そうで、その前4時間ずっと寝てて。じゃあもう寝顔もツイートしてあるんで。うん、これダメだよ。動画撮影どころじゃねえじゃん。消して。早くご飯食べて。携帯いじってないでご飯食べて。あんたのせいでしょ。あの動画公開する頃もツイッターからきっと寝顔見れると思うんで、消せ。超消すんだよ。チェックしてください。チェックしていいんだよ。消すんだよ。まあご飯食べようぜ。今もう。あなたが思ってる人ナイーブなんだけど。
リアルでボコいじれんのかな。うんうん、寝てたから。寝てる方が悪いんだよね。寝顔も可愛い天使みたいな人だから。可愛くねえだろ、どう見ても。さんが寝てる顔じゃないか。メーフにしても欲しいかも。うん、サービスでいっぱいいただきましたが、先に注文したものを食べ進めていたところ、時間が経って伸びてしまっているので食べなくても大丈夫だよとお気遣いいただきました。お忙しい中でも厨房からどのお客様もしっかり見ていて、目配り気配りを欠かさない素敵な対象なんです。いつでも美味しいいっぱいを食べてもらおうと、とても真剣で素敵なお店です。回収してもらえてよかった。うん、回収してもらえてよかった。うん、あの、人になってしまうから。うん。うん。ね。うん。あ、なった。です。ダメです。いっぱいです。いっぱい。あ、また。